皆さん、こんにちは。こんばんは。えー、レック専任講師、金城淳之介と申します、えー。オリンピックで試験が前倒し、変わる学習法というタイトルで、ガイダンス講義を行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で今、タイトルにございました通りですね、えー、まさに、あの、2020年オリンピックイヤーということで、例年、診断士の試験は、 一次試験が8月上旬に行われるとということでね、えー、例年ですと8月上旬に一次試験こちらのパンフレット、えー、30ページにですねあの試験概要が載っておりますけれども8月の上旬一次試験10月下旬二次試験そして12月口述試験という流れで進んでいく予定なんですが2020年に限ってはなんと。 オリンピックの日程ともう丸かぶりということでなのであの試験がですね7月のの中旬ににに前倒しになるというのがうがもすすでに発表されておりますただこの収録時点ですねまだ2019年の10月現在という10月時点の,、まああの情報という意味ではまだ7月の何日かは決まってない状態です。 でですの,であの一応前倒しになるという前提で、えーまあ、一応レックとしてもあのカリキュラムをですね組んでるわけなんですが、まあ、今回のタイトルである、えー、この「まあ、変わる学習法」と前倒しになったためにじゃあどうするべきかといったお話を、まあ、こちらの,あのパンフレットを紐解きながらですね簡単にご紹介しながら皆さんにお伝えしていきたいと思っております。 でうんと結論から言うとじゃあ前倒しの影響ってこうどれぐらいのものなのかなと。で大体こう直前うんまあ8月上旬に試験があった場合大体7月っていうのはもう超直前追い込みということで、えー、皆さんですね、まあ、かなりまあ勉強される勉強時間的にもですね詰めみ込み をする時期になります本当にこう短期集中型でで、まあ、レックとしてもあの直前道場とかですねいろいろな企画があるのがまあ7月例年ですとで単純にだいたい2週間から3週間ですね多くて3週間前倒しでまあまあ多分2週間だと思うんですけども2週間前倒しになると予測しておりますので 単純,に単純計算しても、まあ、3週間だと約、まあ、100時間百時間ですね、えー、まあ短くなってしまうというのがあ、まあ、予想されます。100時時間間も勉強時間が短くなるというとですねあの診断士の試験では一般的に一次試験だと700時間。 ってて言われていますこの700時間というのは1科目100時間というざっくりとした見積もりなんですけれどもということはですよ100時間あれば1科目合格するに匹敵する時間ということになるわけですねそれれれが丸々こう前倒ししで失われてしまう、まあ、早く試験を受けなけけなばいけないということはもうお分かりだと思いますけどその分早く始めなければえ間に合わないということになるわけですね。 ただここで勘違いしてほしくないのはもちろん100時間早く始めればいいんですけどもあの毎年毎年受験生を見てますとあのやっぱりこう例えば半年前とかね、まあ、1年近くまだ試験あるやと、まあ、そういう状態ですと往々にしてですね最初の頃というのはまあダラダラゆるゆる、まあ、本当にあの蛇行運転とでも言いましょうかね。 あの寄り道をしたりだとかですねくさくったりだとかえ本当にこうまあ一言で言うと無駄な学習をしてるとかむしろもしくはもう学習そのものをしてないとかですねまあ非常にもったいない時間の過ごし方をされてる方が多い,はいもう寄り道をしちゃってるわけですよね。なのであのまあ今回のご提案というのはまそういった寄り道一切なしでですねあのまあ本当に時間が 短くなる分もう無駄なことはやってられませんのでもう税肉をそぎ落としてですね本当に大事なところだけをしっかり皆さんに学習していただけるとそれで2020年の一次試験に間に間合うカリキュラムをご紹介したいなと思っておりますそこで、まあ、こちらの,あのパンフレットではですね 1ページめくりますとな,な,なぜか私の写真が載っていてちょっと恥ずかしいんですが、えー、と皆さんに今回おすすめするのはこの1時2時プレミアム即合格コースとということですでその名の通り「即終」ということで,です、ね、スタート時期を大体ですねよいしょこちら、まあ、2019年の11月12月あたりをイメージしております。 ただまあ別にあのこれ遅くなればなるほどまあかなりカリキュラム的に厳しくなるだけであってまああの一次試験がこちら2020年の7月中旬を目指してですねまあできるだけ早く始めて頂ければ頂けるほどそれだけ時間は取れますと。はい で中身としてはこの全体ちょっと引き引きの絵にしますけれども上の段と下の段2段構成になっているのがご覧いただけると思いますでこちらの上の段これは一次試験対策ということでね一次試験対策になっておりますで下の段は二次試験対策ということになっておりますでまず一次試験最初はですね この当然どんな科目で何を勉強するのかと、まあ、細かいところは今回は割愛いたします後ろの方にですね、えー、載っておりますけれども、まあ、一応7科目一次試験7科目のインプット講義とアウトプットということで必ずアウトプットがセットになっている構成になっています。こ、はい、こちらでででまずしっかり基礎を叩き込んいいただくという構成ですねでこの一次ベーシック講座 につきましては先ほど申し上げた通り時間がたっぷりあればたっぷりいろんなことを道草しながら学べばいいわけですところが今回は2020年7月前倒しになってしまっている時間が足りないと今までと同じ勉強の仕方をしていたら時間が足りないということは今度は時間が足りないのであれば質を上げるしかないと質を高めるしかないとそこで皆さんに よいしょ今回、まあ、こののフォーカスステキストですね、えー、こちらのですね、えー、簡単なご紹介したいと思うんですがその名の通りフォーカス焦点を、ね、絞り込むということで品質テーマにに絞りコンパクトに学習すると例えば試験のテーマがですね、まあ、16個あったとして、はいでまあ、これを1一個,一個1個二2 3 4 5 6 9 1 3 1四1五1六とべて学ぶ。 うそれでまあ100点を目指していくというのが一般的な学習スタイルですしかし診断士の一次試験ではですね、ま 100%100、あ、100点を取る必要はないわけですね60点を取れれば合格ということになるわけですですのでじゃあ100点を目指すためにはものすごく膨大な勉強とかなり高い質が必要になりますけれども60点で合格できる試験ですからそこにフォーカスを当てるということです 科目によっては毎年毎年必ず出題される論点もあります。そこでそういった重要論点に絞り込んだ、もう厳密に、もう本当に限定したフォーカス。こちらをこのベーシック講座では徹底的に皆さんに学習していただくと。はい。で、このフォーカスでまずはしっかり基礎固めをしていただくという立て付けになっております。 ですから本当にこのもう短い時間の中で効率よくするためには本当に絞り込みを図ってそこで質の高いものを皆さんにえまあ味わっていただくということになるわけですよね。ですのでえまずはこの「フォーカス」のテキストで皆さんに学んでいただくカリキュラムになってるんだということ。 これをぜひ、えー、押さえていただきたたいいと思いますただじゃあ本当にこれだけだと基礎だけで応用力が身につかないんじゃないかとはいご心配なくということでですねベーシック基礎レベルが終わりましたら次はステップアップそしてアドバンスということで階段を上るようにですね3ステップ学習法と。 いうカリキュラムになってます。つまりベーシック、ステップアップ、アドバンスということで、ちょっとずつですね難易度が上がっていくイメージです。はいこちらも7月中旬の一次試験を目指してですねあのー、重要なまあ60点以上を取れるような、えー、まあこういうある意味ステップアップベーシックステップアップアドバンスと。 いで最後の最後ですね「一時直前総まとめ講座」というところで7科目全てまとめていただいてもう一時に臨んでいただくというような、まあ、一時対策になっているんですがさっきからき気になりますよねこの下の段はい実はここがこの REC のですねカリキュラムの大きな特徴になります。 で例年ですと8月に1次試験があってで10月下旬に2次試験ということで、まあ、約2ヶ月しか間が空いてないということでですね毎年その受験生の皆さんは1次試験終わってから2次試験までの2ヶ月で2次試験を勉強しなければいけないと。 で毎年毎年二次試験というのはですね受験生のやはりこう技術的な部分も含めてですけれどもレベル感が上がってるんですね。ということを考えるとやはりこのたった2か月の学習ではなかなか合格するのは難しいと、まあ、言わざるを得ないです。 で各有私もですね二次試験は二回受けてますが一回落ちたということなんですねだ二次試験の難しさ二ヶ月では到底ですねこうまあ大丈夫だというレベルになるのはなかなか難しいともう身をもって知ってますそこでじゃあ前倒しでねできるだけ早めに二次試験の勉強に取り掛かっていただきたいということでこの二次対策なんと2020年1月ですね年明けの段階で 早速取り組んでいただけるように、えー、カリキュラム化されておりますで、この二次試験いやいや一次試験全部勉強しないと解けないんじゃないかと思われるかもしれませんがご安心ください二次試験に出るのはこの冒頭の三科目だけなんですね企業系理論と運営管理と財務会計とですからこの三科目をベーシックやった段階であれば二次試験十分に この対応できるような内容になっておりますので2次ベーシックと2次の解き方考え方読み方というところをですね基礎から学ぶ内容になっておりますのでこの速習でですねベーシック1次ベーシックをやった3科目をやったという前提があれば無理なく2次に進めるようになっています。ただしここちちらのちょうどこううど次次試験と2次試験験とが同時並行するような カリキュラムになっておりますので特に通学の場合はですね負担は大きくなると思います土曜日日曜日両方ともまあ1時2時とかですねそういったカリキュラム感になりますし通信で学習される方であればですね、まあ、当然教材がその分来て1時の教材と2時の教材があってですねで本当にこうまあ負担感はでかいと思いますただやはりこう2020年に完全合格を目指すためであればちょうどこの まあ1月2月3月ですねこの時期を、まあ、歯を食いしばって、えー、同時並行学習をしていただくということによってこの2次をやると逆に1次の足りない部分に気づいたりするという、まあ、相乗効果シナジーですねもありますのでぜひこちらはですねあの、まあ、2020年合格を目指すのであれば同時並行で学習していただきたいと、はい、そういうカリキュラム構成になっております。 でまた今回1、まあ、次試験だけで前倒しになる大変だ大変だって話をしましたが一方二次試験の試験験の日程は変変わわららなないいんででですすね10月下旬で変わらないですつまり7月の中旬に1次試験が終われば2次試験の勉強が2ヶ月半できるということになるわけです。 そこで2020年においてはですねここに2次フォローアップ講座、まあ、通信のみですけれども例年よりもより2次の学習を手厚くできるようになっています。ですからまあ例年よりも1次の学習時間は短くなるけれどもその分質を高めましょうと一方で2次試験は例年のカリキュラムプラスまあ増えた分ね半月分そのフォローアップ講座を受講いただけるようになっています。 そういうのも含めてこの1次2次プレミアム即修1年合格コースというのはですねまあこの2019年内に始めていただければ本当にギリギリのタイミングになるとは思いますけれどもそれなりに負荷はありますけれどもただ2020年診断士に必ず合格したいんだという方にはですね本当にこの最後のチャンスだと思っていただいてぜひ一日も早く 学習を始めていただきたいですね。はい。で、まああのもう一つはえっと2019年今年の、えー、一次試験、二次試験ですね。まあ,あの合格率が高かったと、あ二次はまだ発表になってないんですけれども、一次試験は合格率が高くてですね、まあ、30%を超えてきました。だからあのやっぱり年々こう診断士の試験 まあ難しかったり簡単だったりすることもありますけれども2次試験も、えー、今年のですね試験実はあのほんの先日終わったばっかりでこの収録時点でですねで今年の2019年のね2、えー、次試験を見た感じやっぱりこう思考力考えさせる問題とかですねあと予見文っていうんですけども問題文をしっかり読み取って で問題点を指摘したり解決策提案したりといった本当にその診断士としててて求められる、えーまあ、オーソドックスなな出題形式になってきていますそういった意味も含めてはその2020年、まあ、一次試験が若干早まるとはいえ、まあ、二次試験変わりませんのでねなのでまずしっかりと一次ベーシック講座で基礎を固めていただきで二次ベーシック講座で二次の基本を学んでいただき であとはですね、まあ徹底して過去問をベースにした演習をしていただくというのがまあ、王道の学習法になります。なのでそのもう寄り道している暇はないです。一刻も早く過去問に触れるというのがまあ必勝法になるでしょうね。だから大体の受験生の皆さんって過去問って一番後に取っとくんですよね。 一通り終わってから過去問で力試ししようとか。それを今年、今年というか今回皆さん、これから診断士をですね、学習していくにあたっては、もう初日から過去問を見ると。いいですね。あの、私、一言も解くとは言ってないです。過去問を見る。どんな問題が出るのかなとか、あ、こういう感じなんだと。もう初日からですね、過去問を見る。日本語で書いてあるので読むことはできますよね。解けなくてもいいから見る。 あこういうい感じなんだと早め早め早めに過去問に触れてじゃあそのためにこの過去問を解くためにこの知識が必要なんだなという形でねやみくもにこう積み上げていくんではなくてもうゴールここなんだと分かった上でじゃあ今これが足りないからそこを埋めていこうという学習をしていくことこれがですね大きなポイントになります。まあその辺りについてはですね私もあの講座の中で、えー、いろいろ語ったりしてますので あの確か私のですね、まああのまあ、企業系理論とか中小企業系政策とかではもしかしたら、えー、皆さんとですねお会いすることがあると思いますあの収録講座講義の中でね、えー、なので、えー、その辺り見ていただければ多分同じようなことを言ってると思います思いますがとにかく過去問を、はい、徹底してやっていただくと一日も早くです、ね、過去問の学習を始める触れるということですね。 でそれと、まあ、1次の学習そして2次の学習を並行してやるというのがもうこの2020年のオリンピックというね、まあ、本当にあの4年に一度とはいえただこう東京オリンピックということで日本でね開催されるというのは、まあ、なかなかない、まあ、本当にこう世紀のイベントになりますので、まあ、オリンピックもに向けてねこう日本選手一生懸命今頑張ってると思います。皆さんもですねこれからこう診断し えー、合格するというのに向けてこう今迷ってる方ね迷ってる時間があったらもうトレーニングですオリンピックと一緒、ね、オリンピックに向けて診断士試験に向けて一日も早く、えー、トレーニングを始めていただくのがもう合格への,あの近道ということになりますのでねこちらの,あの、まあ、1時2時プレミアム即習合格コース、えー、こちらをですねぜひあの学習していただいてで 7月の1次試験、2次試験の10月の2次試験の合格を目指していただければと思います。で詳しくはですねこちらのあのパンフレット後半部分とかにいろいろ試験制度概要などなど書かれておりますのでご覧ください。また、えー、お近くのレックのもしかあのー、本校とかでねこちらご覧いただいている方はすぐに窓口のスタッフにお申し込みいただければと思います。 はい。というわけで、えー、簡単ではありますが、オリンピックで試験が前倒し、変わる学習法についてのガイダンス講義はここまでにしたいと思います。えー、皆さんの挑戦を待っていますのでね、えー、我々レック講師陣全力で皆さんをサポートしたいと思います。では、えー、これにてガイダンスを終了します。えー、ご清聴ありがとうございました。